不遇の時代というふうに言われた時期もありましたけれども、中国の関係も今良くなりました。私はこの関係をですね、もっと進化させる、そしてお互いに協力し合える、信頼できる関係にしていきたいというように思っております。ここからまず本音を申し上げたいと思います。特に自民党総、中国もですね、いろいろ問題のある国ですね。特に環境問題については、これは非常に大きな問題を持っているという国でございますけれども、そういう国であるからこそですね、我々がですね、働きかけをする、また協力をができる相手だというふうに思います。ありがとうございました。